2015年既にテレビで人気者だったハライチはこの年 m 1の決勝に進出だが祝いがネタをかみ通してしまい最下位にするとその翌日トンネルズの木梨から祝いのもとに突然電話がかかってきたのだそうどうやら木梨は m 1を見ていたようで電話に出るといきなり「下手くそ」と言ってきたのだそうさらに「お前らも m 1取らなくていいんだから取らなくていいんです」ぐらいのどっしりした感じでやんないとダメだろう 指摘されたのだそうそれだけを伝えるとすぐに電話は切れてしまったそうだがすでに売れて焦る必要なんてないんだからもっと余裕を持たないとダメだという木梨の言葉を知った澤部は「それはノリさんの優しさだよね」「しっかりしろよっていう知った」と「優しさと」と感動した様子わいも「なんかこみ上げてくるものがあってさ泣きそうになっちゃった」と先輩の優しさに感動したことを明かした。